時はシンプルに長いボールを使って、はい、そこで個人でしっかり、もしくはこぼれ球、うん、でスピードアップっていうところと背後背後っていうところが出た時に川島はうまく攻撃が作れてるのは見えたので、はい、そことは違う、要は揺さぶったり、はい、もっと近い距離での連携でってこと、うん